ということで今私はインドネシアバリ島デンパサール国際空港に来ております。今私がいるのは国内線の出発ターミナルにいるんですが、今回こちらのバリ島から飛行機を利用してジャカルタに移動しようと思っております。まあ、インドネシアの国内線の飛行機利用ということになりますね。はい、私インドネシアも今回初めて来ておりますし、ジャカルタ行ったことありませんので、ちょっとねジャカルタの街を見てみたいなということで、はい、向かおうと思っております。まあ、今回この旅でのインドネシア入国に関してはシンガポールからスクートを、ね、利用して入ったんですけども、これから国内線での移動どのエアラインに乗るのかと言いますと、まあ、このインドネシアもね LCC が非常に発達してて、もう自分も全然知らない航空会社とかたくさんあるんですよね。でも今回はちょっといろいろ時間の兼ね合いとかもありまして、ライオンエアにね乗ろうと思っております。以前にですね私はセントレアからタイライオンエアという、ね、航空会社に乗ってですね、タイのバンコクドンムアン国際空港まで行ったことあるんですけども、もうそのタイライオンエアとちょっと違うんですよね。まあ同じグループ会社ではありますけど、今回私が乗るのはライオンエアでございます。こちらのバリデンパサールからジャカルタスカルノハッタ国際空港までね、およそ2時間ぐらいのフライトにはなるんですけども、料金の方が1万円ちょっとで取ることができました。でライオンエアに関してはね、荷物が20キロまで含まれておりますので、まあ、このスーツケースをね、まあ、今から預けたりとかしようと思うんですが、まあ、なかなか安い金額で国内移動できてるとは思います。他のねなんかよくわかんない航空会社のやつ6000円とか7000円あったんですが、結局荷物入れると同じぐらいの金額なんで、でフライトの時間はあと3時間後ぐらいです。はい、12時ごろ、出発という飛行機なんですが、まだ全然ねチェックインもしてなくて、さっきねホテルをチェックアウトして空港来たばっかりなんですよね。でまだお腹も空いてると、朝ごはんも食べずに来ましたんで、適当にちょっと空港の中をね、まだバリ島の空港全然見てないので散策したりしてご飯食べたりして、その後チェックインして、ラウンジもあるみたいなんでラウンジ行ってみようかなと思います。まあ、今回思いっきり飛行機レビューの、はい、フライトレビューの動画になると思いますけども、よろしくお願いします。すごく東南アジア感の、ね、強い空港ですね。オレンジ色の瓦があったりとか、至る所に植物があったり、結構綺麗ですねバリ島の空港ね。思ったよりも大規模です。あとインドネシアは11月に G20 があるんですよね。はい、なんですごくもう街中がG20 の旗とか看板だらけですね。事前に調べたら国内線このドメスティックターミナルの中にもですね、保安検査抜けた後プライオリティパスで入れるラウンジがあって、それも結構豪華だと、食べるものもいっぱいあるっていうふうに書いてあったんで、まあ、実際どうなのか分かんないですけども、このコロナの影響でね案外しょぼくなってたり閉まってるって可能性もあるんで、とりあえず普通のターミナルの制限エリア外の方で何かお店があったらちょっと見てみようと思います。それで昨日知ったんですが、こちらのバリ島と今から行くジャカルタ時差があるんですよね。ジャカルタは日本と2時間の時差で、バリ島は日本と1時間の時差というふうになっておりました。全然知らなかったんですよね。地球儀で見るとインドネシアはギリギリ南半球なんですよね。うん、だから季節的には日本と逆というポジションですが、まあ気温はそんなに東南アジアと変わらないという感じで、うん、ございまして、うん、だけど気温あれなのかな、その影響もあるのかな、湿度がそんな高くないんですよね。カラッとしててとても、ね、何度も言ってますけど暑くないんですよね。まあ、日中外にずっといて動き回ってたら汗は暑いですけど、今のところは快適ですね。あ、ここがみんな写真撮ってるとこか。空港の中で一番こうバリに来ましたっていうのが伝わるような場所で皆さん撮ってますね。あ、奥には結構お店があるな。あれか、ちょっとショッピングモールみたいになってんだ奥が。すごくこの辺は綺麗ですね。整備されてる。スタバもあるし、奥の方にはドーナツ屋さんとかカフェとかコンビニとか何でもありますね。今あそこに赤いブースがあると思うんですが、あれね、現地のSIMのお店なんですよ。でインドネシアのシェアナンバーワンで日本のドコモみたいな感じのキャリアなんですが、ちょっと言い忘れてたんですけども、インドネシアはねちょっとルールが複雑で、外国人の入国者で、あとインドネシアで購入したスマートフォン以外のね、まあ、電子機器すべてですね、そのタブレットもそうなのかな、うん、外国でこう、まあ、基本的に外国人が外国から持ってきたねスマートフォンはこの IMEI でしたっけ、あれのね製造番号の登録を政府にしないと通信がロックされてしまうんですよね。でそれを必ずやりなさいよっていう風に到着後言われるんですよ。結構これめんどくさくてですね
うん、で短期滞在でもやらないといけないのにもう義務化されちゃってるんですよね。ただこう現地のこう空港のシムカード屋さんであのシムカードを買うとですね、ちょっと空港割高なんですよ。まあ、割高といっても日本でしたら大したことないんですけども、街中で購入するよりも高いんですが、それも全部やってくれるんですよ、そのままもうスマホ渡すと。なんでそれはね、まあ、時間をお金で買うということでもいいとは思うんですけども、そういう理論になってしまうんですが、個人的には空港でシムカード買ってもうそのままで全部あの政府に登録のね、あの手続きもめちゃくちゃ慣れてるから早いんで、それも丸投げしちゃった方がいいのではないかなと思います。これはね、いろんなブログの記事とか見て調べたんですけど、皆さんそういう風に書いてたんで、それが一番いいのかなと思います。なんか文化博物館みたいな、すごい綺麗な独特な通路ですね。とりあえずチェックインがもうできるのであれば、スーツケース預けたいので空港なんか入りましょう。一応オンラインチェックインは終わらせておきましたけど、飛行機もね、見たところ座席は結構ガラガラでしたけどね。ジャカルタ行きの飛行機がもう大量にあるんですよ、いろんな航空会社で。だから分散されて少ないだけかもしれない。空港は結構人いますからね、国内線ですけど。それでターミナル入りました。すごいエアコンが効いてるな。で、今回の私が乗るのはどれだったっけな、はい、ちょうど下にありました、JT043 ジャカルタ行き12時半ボーディングですね。はい、こんな感じ。まだチェックイン始まってないな。で、まあ、行き先別でチェックイン今分かれてるんですけど、ここそのオールって書いてあるとこあるんで行けるかもしれない。預けちゃいましょうか、預けれるなら。ということでチェックイン完了いたしました。荷物も預けて航空券も発券してくれました。すごいスムーズで良かったです。カウンターもめちゃくちゃありますからね、すごい親切な対応をしていただきました。まあ、3時間以上あるんですけどね、フライトまでね。あの荷物が預けれるだけでだいぶ行動できるようになるんで楽ですね。チェックインカウンターがすごいおしゃれな作りですよね。人もたくさんいるし、スタッフもスムーズですね。ということで保安検査抜けました。これから先がレストランとかお土産屋さんがいっぱいあるエリアですね。すごいねこれ。免税ではないけどお土産があるって感じかな。ほら、国内線の空港の人はかなり充実してる気がする。めちゃくちゃお腹すいたな。ラウンジでどれだけ食べ物があるかだな。普通なんかお金払ってレストラン食べた方が美味しいものある可能性あるしな。これコンビニですね。スタバもあるし広いね。めっちゃいい匂いすると思ったら日本のビアードパパありますね。食べたいな。ラウンジありましたね。ここですプライオリティパスのマークあるんで入りましょう。ということでラウンジ入りました。思った以上に広くて開放的ですね。入り口が小さかったんでしょぼいかなと思ったんですが、食べ物もいっぱいありますね。これ何かのフライですね。サラダもホットミールもたくさんあります。ということで食べ物まあそこそこあるって感じですかね。よくわかんないやつが多かったんですが、まあ適当に持ってきました。全部茶色ですけど。まあここで軽く食べてレストランちょっと行ってみようかなと思います。これが魚のフライのチリソース和えで、これバナナのフライですね。これ結構美味しいです。あとこれ普通のちょっと色があれなんですが、ボロネーゼパスタだと思います。ちょっとそれではフードコートの方行ってみましょうか。何があるんだろう。ちなみに今私が利用していたプライオリティパスで入れるあのラウンジはですね、ゲート1一番端っこにありますんで、今回自分でゲート6なんで、ね、逆方向なんですけども、まあ、ここの1箇所しかないみたいです。さっき気になったあのビアードパパのシュークリーム食べたいな。ということで、まあ、無性に甘いものが食べたくなったんで買っちゃいました。あとはコーヒーかなんか買って適当に座って待ちましょうか。
ちょっと展望デッキみたいなところがあったんで来てみました。ここスモーキングエリアになってるんですね。ただ結構滑走路まで近くて海も見えますね。飛行機も近くで見ることができます。ここいいですね。ちょっと日向暑いけど奥にカフェもあります。まあ、今日は結構天気もいいので海とか行ったら気持ちよさそうですね。みんなのんびりしてますよ本当に。今買ってきたビアードのシュークリーム食べながらここで時間潰そうと思います。何やってんだろうって感じですけどね。やっぱり外暑いな。中行こうかな。うん、美味しい。クリームがちょっとしか入ってない。まあこのバリ島も過去に大きな津波で被害を受けたので空港のいろんなところにですねこの津波の文字がありますね。しっかりと対策してるんだと思います。ということで今から私が乗る飛行機が到着しましたね。ライオンエアの737ですね。以前の動画でもお伝えしましたけども3月いっぱいまではですね日本人がジャカルタに、まあ、VOA アライバルビザで入るときはですねもうバリ島から入らないといけないと、まあ、バリ島以外もうちょっとあるんですけどもジャカルタとかね、まあ、メインのところから入れないんですよね。なのでわざわざバリ島に来て、まあ、少し滞在して、まあ、隔離とかはほぼないんですけどね。まあ、でもこのバリ島の空港ね国内線側はあんまり皆さん見る機会ないと思うのでほとんどインターナショナルの方で、そのまま行くかそのまま帰るかの人多いと思うんですけどね。ジャカルタ経由ってあんま多分ないと思うんで、はい、まあ、こんな感じです。まもなく始まるのかな。全然アナウンスとかないんでちょっととりあえず待っております。インドネシア語で何言ってるか分かんなかったけどゲート変わりましたね。6番ゲートって最初なってたんだけど急にみんな動くからビビりました。よかった気づいて。寝てたらやばかったな。すごい人だな。これ多分みんなジャカルタ行きの飛行機乗る人たちですね。すげえ混んでる。カオス。すごいね。久しぶりにゲートががっつり変わるような体験をしましたね。全然英語のあれはなかったな。搭乗が開始しました。一応ね時刻は12時39分。この飛行機の出発が12時半でボーディングタイムが12時だったんでだいぶ遅れてました。30分以上遅れて、まあ、ようやく搭乗が開始しました。出発1時間ぐらい遅れるんじゃないですかね。みんなぎゅうぎゅう詰めですね。もうソーシャルディスタンスも何にもないですね。我先に飛行機に乗ろうと思ってすごいですね。ということでゲートくぐりました。パスポートの確認もなかったです。お腹疲れました。まだ飛行機乗ってないのに。今回の機材はボーイング 737-900ER ってやつですね。こんなにパンパンにお客さんが乗る飛行機に乗るのは久しぶりだな。もうずっと入り口まで人がいっぱいで全然進んでいかないですね。あとみんなあれなんですよね、結構荷物とかを人がいても平気で出したりするんですごい遅いんだと思います。ということで機内に入りました。めちゃ狭いわ。もうこれぞ NCC って感じがして、まあ、面白いですけど私の場合拳1個入らないです。超狭い、はい、これですね。ダーサのダッシュ 900ER ほぼ全席満席ですね。すし詰め状態です。久しぶりにこんな状況の飛行機に乗りました。結構みんな適当に席座ってるみたいで横のおじいちゃん間違えてるんですよ席をね。自分が 4B、 あこのおじいちゃん今 4B のチケット持ってて 5B の席に座ってるんですよね。今注意されて出てくみたいです。もう大変です。いろんな人が席を変わったりこんな狭い中でもうくしゃくしゃですね。カオスですね。ということで今13時になりました。ちょっとまだドアは閉まっておりません。いつ出発するんかな。まだお客さん乗ってくるもんな。さっきのおじいちゃん代わりに来た女性の方が
おそらく家族と一緒の横の席がいいというのをずっと言っております。CA さんに無視されてるんで怒ってますね。最後の最後まで隣にがどうなのかっていうのですごいもう揉めてますね。家族3人で揃って乗りたいという願望を譲りません。ということでようやくドアが閉まりました。ようやく出発ですね。ようやく動き始めました。よかった。Penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian. Terhormat kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang Banten. Dirgahayu Terminal Soekarno-Hatta International Airport of Tangerang Banten. Diterapkan serial serial seatbelt. Adilai proses kartu komplit lift off. Apa pasal seatbelt serial seat off. ということでスカルノハッタ国際空港に到着しましたけどマジで狭かった。身動きが全然取れなかったですね。久しぶりに過酷なフライトだったな。めちゃくちゃ暑いな。割とよりも暑いんだね。ジャカルタ、まあ、スカルノハッタといえばね、まあ、日本ではおなじみのデヴィ・スカルノさん、デヴィ夫人ですよ。どうしてもねスカルノハッタ空港をっていうとデヴィ夫人が自分は頭の中に思い浮かびますけど、とりあえず着いてよかった。で飛行機の中でも身動きがほぼ取れなかった。体バキバキだ。
ようやく空港の外に出ることができました。荷物の受け取りがね、めちゃくちゃ時間かかった。1時間ぐらいね、ずっと荷物が出て流れてくるのを待っておりました。はい、で今ね、この到着フロアにいるんですけど、すごい人がいて、ちょっとね、なんかあんまり動画とか撮ってると物取られそうなんで、一旦このままね、ホテルに向かおうと思います。ライオンエアね、まあ、乗ってみた感想は、まあ、かなり混んでたっていうのもありますし、結構ね、厳しいものがあるんではないかなと思いましたね。特にバリ島からジャカルタに行く、まあ、この便しか私が乗ったことないので、あまりね、参考にならないかもしれませんけども、以前にタイライオンエア乗った時はこんな風ではなかったですけどね。スタッフのね、方々ももう制御しきれないような感じで、みんな我先にという、もう本当になんか東南アジアあるあるだなと思いましたね。タイとかベトナム、フィリピン、行きましたけど、一番ちょっと人が多くて混んでて、カオス感があるような、はい、そんな雰囲気を体験することができました。なんか懐かしさも感じましたね。ということで、まあ、今回こんな感じで一旦ですね、この動画区切らさせていただいて、次回ですね、まあ、ジャカルタの滞在の様子をお届けしようと思います。今回ですね、めちゃくちゃ安くホテルを取っているんですよね。またね、バリ島のマリオット系列ホテルもかなり安かったんですけども、このジャカルタ市内もいくつかね、マリオット系列のホテルがありまして、今回そちら2泊取っているんですけども、非常に安く取ることができましたので、またその辺も動画でお届けしようと思います。一旦終わります。以上、スーチャンネルスでした。バイバイ。